今日はですね、後ろにね乗っておりますアイリパパがいるんですけど、あとこちら側にアイリママがいます。で、今コックンが運転してくれてるんですけど、今日はですね、今から家族で高山に旅行に一泊行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。長良川サービスエリアに着きました。これ上見上げてる3人が、コックンボーノ肉マン、お父さんは五平餅、お母さんも五平餅、うん、私飛騨牛コロッケにしようかなみんなバラバラコロッケ。だってこれ当店人気ナンバーワンですもんね。はい、人気ナンバーワンです、うん、あ、で名宝フランクが2位だって。あ、すごい、ね、美味しそう。お父さんソフトクリームいいの？そうそう、うん、いつも食べるじゃん、うん、サービスエリアにあったら、うん、食べないか食べないかどうですか？うん、美味しい美味しい肉まん、まあ到達しません郡上雨です。ヒルガナ高原サービスエリア、もうサービスエリアを見るとね寄っちゃうっていう。飛騨といえばね、サルボボ、飛騨牛せんべい美味しそう。なんかこっちも飛騨牛カレーとか飛騨牛ふりかけとか、何でも飛騨牛、そう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 、ちょっとこれ買っていこうかな。これすごくない？ないないない、あったねこれ大阪名物だけどね欲しいの？いらない、いらないって失礼だから。ああ、赤い橋を渡って、あ、ここな、いいね、これいいね、これね、もう通り過ぎちゃったけど、あ、本当だ、このね街並みが。そう、今あのすいません急に入ったんですけど、高山に着きました。で、ちょっと食べ歩きをしたいねっていうね、古い街並みで行ってたんですけど、まあ、今回ちょっとあいにく雨でして、はい、でもですね、何か食べたい、美味しいものを。すごい、これソフトクリームがめっちゃ種類がある。これお父さんに目の毒でめちゃくちゃ真剣にお父さん見てるお父さんすごい真剣に見てるけど、じゃあ帰り買って食べる。ねえアイリソフト、あ、違うよ、お父さんよく見て、お父さん多いでよこれ、でも歯に見えるいやありがたいね、娘のことを思ってくれるっていうのはね、娘って可愛い、可愛いですかね親孝行しなきゃね。今からですね、あのコクンが見つけてくれた飛騨牛のお寿司があるみたいなので、ちょっとね食べ歩きして楽しみたいなと思います。コッテ牛 C を4つください。はい、はい、お願いします。あ、はい、来たー、はい、あ、じゃあちょっと、はい、お母さん、はい、はい、お父さん、はい、ありがとうございました。じゃあこれからどうぞ、うん、食べて食べて、ちゃんと塩がいただきます。うん、おいしいおいしい、おいしい、嘘、うん、おいしいわ。お母さん食べた？食べた食べた、おいしい。これちゃんとさ、お皿も食べてるようにこれにしてるよね。確かに、ね、あのゴミにならないもんね。で、お父さんはもうせんべい食べちゃってる、はい、早い早い、おいしかった、おいしかった、おいしかった、おいしい。どれがおいしい一番？あ、これ軍艦、軍艦、じゃあちょっといただきます。うん、うん、うん、これは並んだ方がいい、美味しいよね、うんうん、このね、古い街並みがいいですね猫ちゃんのお店を発見しました。はい、ちょっと入っていこうかな。可愛がってくださいって書いてあ、かわいい、可愛いね、黒猫の、うん、あ、すごい可愛い、ベリー、あー、人気のブルーベリーベリーね、ブルーベリーベリー一つ、これね、あ、美味しそう、美味しそう、美味しい、美味しい、うん、あ、ありがとう。すごい、生クリームも乗ってる。いただきます。美味しい、美味しい、すごい、木のトンネルみたいなね、わー、すごいね、ここ綺麗、綺麗、すごい綺麗、なんか緑が、涼しい、わー、もう緑緑緑、着きました。お宿は山帽子です。岐阜県の高山、本当に平湯温
線から何キロか走ったところですね。はい、今日のお部屋はこちらでございます。おお、情緒あふれる。ディディディンディディディン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 、匠の技で吹き抜けのような、何あれ、何、障子や障子障子を天井につけて吹き抜けのような演出を、醸し出しております。これが匠の技。はい、では行きましょう。で、こちら側に、おーい、匠の技その2、いろい、そんだけ説明。上を向いてください。あ、はい、竹で編んだ天井、これが匠の技。そんなこと言う？いや、なんか言わんけ。言うっけ、匠の技って最後言うっけ。そう、ここにね、いろりがあるっていうのがすごくね、オッツな感じで、これ自分でやってくださいっていうね、ここにね、今流れるの、もういいか。今流れる、これ何になる、これ逆に何で流れる、あ、これ匠のこだわりの炭。はい、で、ここに、歯ブラシとかいろんなものが置いてあります。そう、ここのね、あのいろりの部屋があるっていうのがね、すごく素敵ですね。はい、ということで今旅館に着きました。今の時間は、16時です。はい、で18時に、夜ご飯をいただくことになってますので、その時にまた私の父と母と合流する予定です。それまでね、ちょっとね、ゆっくりしたいなと思います。たくみっていうあだ名がつくかもしれんよ。はい、今日のお料理です。あー、もう魚が刺さってる。はい、では揃いましたので。はい、今日はどうもありがとうございます。こちらこそ、お疲れ、お疲れ、いただきます。いや、もうこれもう刺さってるのいいよね、イワナ。うん、嬉しい、ね、嬉しい。で、あと五辺もちょっと、もういいっつったね。ね、もう取って、あ、じゃあこっちの左側にあるとじ皿に乗せて。で、今日はこんな感じでメニューがずらっと並んでます。何から食べよう。はい、いただきます。お刺身が来ました。美味しい。お父さん早いね、食べるの。お肉が来ました。こちら、瓦を挟んで、うん、一緒だ。来ました。同じの。あ、色もちゃう。こっちがよく見えるよ。嘘。こっち側？え、私こっち側。本当？向きじゃないの？え、色じゃない。色？私ね。こっちの方がなんか。器の色が違うから。うん、私もこっちから黒いもんね。うん、お母さんも。じゃあやりましょうかね。ありがとう。おいしそう。あ、じゃあそれもエリンギのバター炒めが、うんうん、あ、エリンギのバター炒めね。もう一個エリンギ入れとこうかな。はい、うん、はい、ありがとう。はいはい、はいはい、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 おー、お肉美味しそう。ギラ牛、コクンはやってくれてありがとう。鶏のコンソメスープ、すごくいい香りがしてる。どれくらいいります？キノコ美味しそう。玉ねぎとか、お汁、あ、ありがとう。私はね、ほんとね、ちょっと欲しいよ。あの、キノコと玉ねぎがあったら嬉しいなって。ありがとう、ありがとう。もうお腹いっぱい。これで締めのスープ、はい、いただきます。はい、こんな感じで高山旅行1日目が終わりました。今回はゆっくり旅しようねなんて言いながら出発したんですけども、2日目は食べてばっかりでしたね。サービスエリアによって帰ってくるみたいな感じで、まあ、2日目ものんびり過ごすことができました。で、あの、お土産をね、いくつか買ってきたので、パート2でお土産を紹介したいと思います。よかったらご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram やっていますので、フォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。